不動心とは、放火や落ち着きを表した形態の一つである。日本の武道や芸道では、より進化を求める修行において、哲学的かつ精神的な側面で効果のある概念ともなっている。新言宗では、不動明王を軍神として描いている。そして、不動明王は格闘技の守護神でもあり、右手に剣を持ち迷信や無を断ち切る一方、左手に縄を持ち諸悪の根源や、 暴力的かつ、制御不能な感情を縛るものとされている。恐ろしい風貌をしているが、奴隷階級と関連のある髪型によって、自費心と奉仕の心に属するものとして、象徴づけられている。大東流愛機柔術の創始者、武田総閣は、新言密教、九字五神法の林、主言の鍛錬から、愛機の術を得得した。不動心は、日本人に、 多大な影響を及ぼしている概念であり、多くの著書が書かれている。中でもプロ野球選手として活躍した松井秀喜が2007年に新調新書から出した不動心は、同年中に33万部の売り上げを記録したベストセラーとなった。ありがとうございます。